園長さんありがとう。夜清流さんありがとうございます。の、あら間に合わなかった。もうかおちゃん卒業しちゃった。ああ聞けなかった。そうなんですよ。かおちゃんさんのね卒業発表を。見ながら配信をしたかったんですけど一歩間に合わなかったです。22日まで。ああ終わっちゃった。言っちゃった発表。一輝さんありがとうございます。せんちゃんありがとうございます。そうなんですよ、かほちゃんの卒業発表をこう見ながら配信したかったんですけどちょっと間に合わなかったです。なんか喉がイガイガする。そうなんですよ。久しぶりにやっちゃうそれを食べてたほうじゃないけどありがとう。ハヤトありがとう。なあおびけんおびけんタオありがとう。ありがとうございます。ありがとう。おびけん。この勉強ノートもね、このテスト、そうテスト終わったの、今日でテスト終わったからやっとショールームできると思って、このねテストのノートももう必要ないのでここに書こうと思います。そういつもねみんなにこうギフトをいただいた時に書いてる画用紙がもうなくなっちゃって、そう一冊まるまるなくなっちゃったんですよ。だからハヤトありがとう。テスト頑張った。え、テスト頑張ったよ。大丈夫だと思う多分。頑張ったもんテスト。ハヤトいっぱいありがとう。なんかアットマークの塩が寂しくて書きたくないんだけど。オビケン、オビケン、タワー、ゴホン、ありがとう、こまおよ、ありがとうございます。オビケン、ありがとう。ありがとうございます。うん。つなちゃん、ありがとう。マイポテトマンさんありがとうございます。ヨッシーさんたくもありがとう。知ってる人がどんどんいなくなる。そうなんですよ。あのねトラブさんも昨日卒業発表されちゃって。そうなんだよ。だから今実質卒業発表して卒業待ちのメンバーが ST の中に今5人いるっていう状況ね。キョンキョンは座ってる。そう、テスト終わったよ、やっと。長かった、テスト10巻。頑張ったよ、今回のテストは。もう、本当に、ずっと一日中勉強してた気がする。小山ちゃん、ありがとう。お、生写真、ありがとう。当たった、嬉しい。ミラニスタ19号さん、クマさん、ありがとうございます。
そう、あのなんかさ、生写真とか自分さ、そうなんですよ。毎月さ、買ってないとさ、もらえないじゃんか、当たり前だけど。買っとけばよかった、自分がいるうちの生写真と思って。自分の写真とかあんまりないから、なんか STU に行った時の思い出として、なんか SNS もできなかったからさ、なんかもうちょっと、なんて言うんだろう、思い出として生写真とか残しておけばよかったなって思います。ヒデポンありがとう、舞ちゃんありがとう、ゆいありがとうございます って思ってます。最近大人っぽくなりましたか？前髪がね、多分変に伸びてるからかな。でも握手会の時は流し前髪はしないので、基本次会う時は多分ちゃんといつものゆらになってると思います。普段は最近もう髪の毛をやるのがめんどくさくって、こう流しちゃうんですけど。ティフ来てくれるの？うれしい。こんばんは。流し前髪めちゃくちゃ可愛い。本当ですか？ありがとうございます。 ああ、グッチョブ太郎さん、クマさん、ありがとうございます。ハヤト、ありがとう。こんばんは。嬉しい、好評ですね、流し前髪。勉強してますよ、めちゃ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 勉強してますよ。今ちょっと待って、暑すぎてクーラーの温度を下げます。早く会いたいです、私もです。ひでぽんありがとうございます。お、奈良先生さん、タワーありがとうございます。せんちゃん、シェシェ、ありがとう。ヨッシーさんも、なるもありがとうございます。カメレオンさん、クマさん、ありがとうございます。ウィッチーズウィッチめっちゃいいよね。前髪切る、切るよ、切る。髪の毛自身は切るつもりはないけど、まだ前髪は切ります、あのライブまでには。ナナセンシズさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがタワーです。ありがとう、リガメをこまおうよ、ありがとうございます。お、ツイッター、え、そう、ツイッターでさ、大好きな人キャンペーンやってたじゃないですか、トレンド入りするための。それでユラのことを書いてくれてる方もいらっしゃって、すごい嬉しかったです。全部見ました、ありがとうございます。ユラがいる間に婚約って実現できなかった、うん、寂しい。配信してほしいな。そうなんです、かほちゃんもね、そう、卒業なんですよ。ああ、そう、昨日も電話してました。あっちゃん、あっちゃん、あんなちゃん、くまさん、ありがとうございます。ありがとう、ゆらの歌聞き最後とも、とてもやっぱり寂しいな。うん、ありがとう、みんな。そう、七並べのカードも使えなくなっちゃったね。大人っぽくて可愛い、え、本当？ありがとう、嬉しい。ひでぽんありがとうございます。そうですね、まあ結構続いてるから余計みんなもね心配になっちゃいますよね。最後の最後でやっちゃおいするからね、ありがとう。
ネイバーフォーエバーさん、クマさん、ありがとうございます。でも私はですね、そうありがたいことに卒業するギリギリまで予定がいっぱい詰まってるので、なんかあれなんですよ、私は卒業発表してからも 卒業までずっと活動していくタイプの人間なんですけど、なんか本当にねギリギリまで本当にたくさん詰め詰めで詰まってるので、そう4日はだって TIFF でしょ、で6日はあゆみんさんの卒業公演で、7日は課外活動公演で、8日は私の卒業公演で、9日は幕張メッセで握手で、10日も11日も幕張メッセで握手があるので、最後の最後までねやるので頑張り抜くので、よかったら来てくれると嬉しいです。そうです、もちろんカホタルさんはもう何でも話し合う仲なので、お互いそういう話はずっとしてました。スタジオ外れちゃった、そうなんです。お、ティフで初めて会える、やった、ティフで会えるのめっちゃ嬉しい。ん、マイケル体調不良なの、会いたかった、私も辛い。そうですね、なんかいろいろ話しましたし、昨日も話しましたし、カホタルさんとはなんかあれですね、でも2日連続でたまたまこう卒業発表があゆみんさんの時も、あゆみんさんと私の時もそうじゃったし、なんか続いてますよね。ハヤトありがとう。途中で中止になってたの、え、そうなの、知らなかった。いやーそうだよね、でもなんか私もなんかこんなに一気にとは思ってはなかったので、おびけーありがとう、たわーここも、わーまたここも、ありがとうありがとう、こまーよありがとうございます、たくやたこもありがとうございます。ST はなくならないです時代は移りゆくものなのでね、なくならないですよ。やめるのやめるね、本当になんかでも本当に、でも自分もトロブさんのとかは知らなくって、卒業はそうびっくりしました。なんかそういう時期なのかな、わかんないけど、でも一気にって感じですよね、本当に。ね、もう8月になっちゃったのか、早い、え、しかももう2日なのね、早い。おびけタワー10本ありがとう、こまよありがとうございます、10本もありがとう、本当にありがとうございます。韓国は暑いんですか、日本はもう
めちゃめちゃ暑くて、もうね、私めっちゃ日焼けしちゃったんですよ。わかるかな、めっちゃ日焼けしちゃった。5分ぐらい歩くだけでね、滝のように汗が流れてくるんですけど。みち先生ありがとうございます。한국은더워요。お、暑い、一緒ですね。そう、最近はちょっとめんどくさくて汗かいちゃうから、前髪の巻きが取れちゃうから、もうずっとこうしてるんですけど、これの時はちゃんといつもの前髪。なんか船が原因って言われるのすごい悲しいです。私一回ショールームでお話ししたことあるんですけど、私はすごくあのね、船のゴゴリバ公園のレッスンしてる時はすごくやりがいを感じてたし、充実してたし、なんか頑張りがそのまま反映されてすごく嬉しかったんですよ、私は。だからなんかその船のこととか公園のことでって思われるのがすごく私はなんか寂しいので、私はそうじゃないです。なんかまあわかんないけど、みんながそれぞれどういう思いで卒業してるのかはそれはその個人の話だけど、少なくとも私はそうじゃないので、すごくあのそれは寂しいので違いますってはっきり声を大にして言います。船の公園も船も大好きです。船が来たからとかそういうのじゃなく全然って感じです、私は。ラベラベタコもありがとう。ヨッシーさんありがとうございます。この間の配信めっちゃプライベートオーラ全開だったよね。そう、友達が泊まりに来てくれてて、あのお泊まりで勉強会してたんですよ、もうほぼ徹夜で。その時にちょっと15分ぐらいショールームしてたんですけど、そう、その時も友達といるし、なんか家でまったり配信してたからめっちゃプライベートオーラ全開だったと思う。深夜さんありがとうございます。アナちゃんありがとうございます。そうですね、まあありがとうございます。なんだろうな、私はっきりとした卒業理由としては、あのタイミング、将来のことを考えたタイミングで今かなっていうふうに話したんですけど、まあ私も勉強もしていますし、そう、両立は結構難しかったんですよ、勉強との。それももちろんあるし、まあいろいろ、もういろいろあるんですけど、私の場合はタイミングってだけです。本当に周りがどうとかこういうことがあったからとかではなく、もうタイミングですね。私は将来のことについて考えるときにって思いました。あの配信でアイドルじゃなくなるなって実感した。切ないこと言わないでよ。ポップコーンありがとう。キョンキョンです、後ろパンダです。ヒロくんさんありがとう。わーおめでとう。どうしたの、いっぱい。どうしたの、エヴァフォエヴァさんありがとうございます。あ、でもなんだろうな、あゆみんさんが方向性の違いって言ってたんですけど、
なんかそれを言ったら私もそうかもしれない。それもあるかもしれない。なんかちゃんとアイドルできてたのかなって思います。やれることは全力でやったし、公演も出れる時頑張ったし、ショールームイベントとかショールームとかも頑張れたので、自分の中ではもう それでやりきれたって思ったっていうタイミングもあるし、間違いなく多くのアイドルでした。めっちゃ嬉しいです。それはがいっぱいですね。いろんなことがあったけど、もうすごくこの1年間はすごく濃い1年間だったなって思います。ドラフト合宿時代も合わせて1年半、まあ約1年生のゴールデンウィークの時ぐらい、5月に多分ドラフトの募集がかかったので、もうなんだかんだ2年は経ってるんですけど、ことの発端からは。そう、私はもうこれ以上はないっていうぐらいはやりきれたので、芸能関係以外の仕事はもったいないと思う。嬉しいです。ありがとう。嬉しい。ドルオタにしてくれた人やから嬉しいね。まあ私は本当にアイドル以外、小学校6年生の時からアイドル以外やりたいものがなくって、ずっとそういう習い事とかもしてきたので、新しくこのアイドル以外のものをやりたいって思うものを見つけるのはすごく難しいことだと思うんですけど、それを見つけていきながらね、自分の人生を選んだ道をもっと豊かにできるように頑張ります。出会えてよかったです。嬉しい。私もだよ。みんなに出会えたからやっててよかったって思います。本当にあんなちゃん、ありがとう。あんなに歌えてあんなに踊れるのにもったいない。そんなことないよ。私より歌もダンスも上手い人なんかいっぱいいます。本当にもっと頑張ってる人もいっぱいいます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。オビケタワー20本、ありがとう。こんばんは。ありがとうございます。ラブ。
잔감사합니다가장감사합니다페이프사려토살마아맞다이쁘고ありがとう목군타누리프사모ありがとうございます유라타루今後やりたいことはでもなんかまあ今よりこうできることはとても増えるのである意味できることは増えるのでいろんなことをやりたいなとは思ってるんですけど漠然としたこういうことがやりたいなっていうのもあるしそれに向かって今勉強してるっていうのもあるしなんか本当に今こう何もなくなる状態なのでそっから自分が何ができるかな何かつかめるかなって思った時にこうやっぱり今が一番こうやめてからが多分一番自由で時間もあるのでその間にこうできることを先にやっといていざ時が来た時にそう自分がやりたいことができるようにするための期間かなとは思ってます明治さんありがとうお手紙待ってる毎回可愛いお手紙ありがとうゆらちゃんしかおらんありがとうアイドル先生いっぱいありますやってみたいことはそのためにの一つでもうちょっと韓国語も中国語ももうちょっと勉強したいなっていう今の時期だからこそできるっていうのもあるのでそうあとアジア系のねアジア圏の言葉を喋れるようになりたいなって思ってでもそう思わせてくれた一つもこのショールームがきっかけなのでもともと中国語は勉強してたんですけどなんかもう一回ちゃんと勉強したいなってそれも思いました他にも勉強したいことはたくさんあるんですけどね。あ、でもショールームは本当に私好きで、ああ、待って、嘘、愛がいっぱいだ。愛がいっぱいだ。사랑이많이사랑이많이전부전해지고있습니다고마워요 쓸쓸하다 쓸쓸하다 K-POP に行きたいとかそういうのではないですよ全然シンプルに私はそう語学の勉強をもうちょっと頑張りたいなっていうお話ですすごいねすごい。
2期生に入ってくるうち、それがあったら嬉しいですね。課外活動で誰それ歌うか知らない。そう、海外にもいっぱい行きたいし、勉強もしたいことがたくさんある。でも歌のことをそうやってね言ってくださるのがすごく一番嬉しいです。歌とダンス大好きなので、皆さんになんか届いてるものがあったなら嬉しいです。頑張ろう、一緒に頑張ろう。私もなんか卒業は新たなスタート地点だと思って、もっと頑張ろうって思うので、新しい環境に行くことって一番大変なことだし、新しい環境って疲れるじゃないですか。そのままの環境に慣れている方がこう楽っていうか、慣れてるところにいる方が人間どうしてもね、そうって思うんですけど、ずっとそこにいるわけにもいかないのでね、歌はでも続けたい、続けたい、本当に。私もインスタかツイッターか分かんないけど、やりたいですよね、 SNS は。まあやめてからになるけど。うん、ヨッシーさん、タワーありがとうございます。ありがとう、なあ。オービケン、タワー21本かな。こまおよ、ありがとうございます。ラブラブラブ、ありがとうございます。ありがとう。いや、私はなんかとにかくこう自分のやりたいことをやりたいというか、やりたいことしか、なんて言うんだろう、頑張れない人間なので、今までは人生の10歳ぐらいからアイドルのことしか頑張れなかったんですよ、本当に。これからはでも一歩大人になると思うんでね、他のことももっともっと嫌なことも頑張らないといけないなと思います。アイドルはすごい楽しかったんですけど、やりたいよ SNS、 ずっとやりたかったもん。キヨニありがとう、待ってね、ヨッシーさん、
ヨッシーさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、なんか歌いたい曲とかもいっぱいあって、まあ、今48の曲しか歌えないんですけど、そう、なんか SNS をやったら、そう、歌った動画とか、うん、上げていきたいです。もっといろんな幅の、受験生、うん、応援メッセージ。トライアヌスさん、受験頑張ってね。今は辛いかもしれないけど、受験という壁を乗り越えたら絶対にあの時辛い思いをして頑張ってよかったなって思う時が来るので、私もそうだったので、受験の時頑張ってください。応援してます。頑張れ。タヌリップスさん、ありがとうございます。もうカラオケ配信はね、でもやめる前にやりたいですね、やりたいですね。そんな時間はあるのか。思ったよりも詰め詰めにイベントが入ってるので、やりたいけどやれるかしらって感じだけど、やりたいですね。お、翔也さん、翔也、翔也翔也さん、タワーありがとうございます。ありがとうです。ありがとう。せんちゃん、くまさん、ありがとうございます。ありがとう。今までの感謝込めた。嬉しい。しょうやちゃん、ありがとう。子に見せた絶対かい。嬉しい。せーちゃんもクマ、怖いね。我学习中国。大学习。しょうやん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。台湾ヨラレッサン、ヒデポン、リバーフォーエバーさん、ビルマさん、センちゃん、ありがとうございます。松江高原公園、目の前でゆらりんする聞けて、もう泣きそうだった。嬉しい、ありがとう。うん、宮西田19号さん、ありがとうございます。まだラスト配信ではないんですけど、そう、そう、そうなの。私辞めた後もまあ配信とか SNS とかやれる時にやりたいなって思ってるんですけど、何が一番嬉しいですか、皆さん。配信ってどういうのがいいのかな。 LINE ライブとかいろいろあるじゃないですか。 LINE ライブとかツイキャスとか、どっちもやったことないんだけど、ショールームと、あとは17とかインスタライブとかあるけど、
どれがいいとか皆さんありますか？あんまりわかんないから、こうみんなの需要に合わせて私もこれからそういうのを勉強していこうかなと思うんですけど。どれがみんなにとっていいのかな。でもインスタをやるかどうかまだ迷って、ツイッターかインスタかどっちかか、どっちも、うん、どうだろう、 SNS 私に使いこなせるのか分かんないけど、ショールームがいいかな。でもやっぱみんなショールームがいいのかな。見てくれるかなみんな。そしたら何の縛りもなくカラオケ配信ができるんですよ。マジ最高じゃない。本当にそうなったらもう本当に私毎日カラオケ配信しちゃうよっていうぐらい、ちょっとそれが楽しみです。これからの楽しみの一つ。絶対来る。え、本当？じゃあやろうかなとか言って、嬉しい。でもそうやってみんな言ってくれたら、みんなショールームが一番いいのかな。せんちゃんありがとう。リンキー歌っていいの？私がでもデスボ出したらみんな弾いちゃうでしょ。フォロー外されちゃうから、まあ、でも本当に何でも歌えるようになったらね、絶対楽しいよね。広がりますね、夢が。そうなの、やりたいことができるようになるっていうプラスな意味で卒業は。でもなんかそのなんて言うんだろうな、めっちゃこういう、いやこういうことがやりたくてとか言うよりかは、もうちょっと今よりお気楽に肩の力を抜いた配信がねできたらいいかなって思います。何も考えずにこうね、なんか今までいろんなものを考えながらショールームもしないといけなかったので、そういう世界なのでね。でもそういうのがなくなったらもっともっともうみんなとも近い距離で隔たりなく楽しくできるかなって。カラオケのイベントとかあるの？ショールーム。ショールームのことに関してはね、あの48グループのルールでしか分かんないから、イベントとかもまだね、ショールームとしてはまだ素人なんですよ。フォローありがとう。 YouTuber にはならないですねあのね、そうでもいろいろね、そうあのパソコン系を強くなりたいのでそういう勉強をしてるんですけど、 YouTuber はちょっと YouTuber より私は絶対に生配信の方があの向いてるタイプの人間なのでそうやるとしたらショールームとかそういう生配信ですね。そうだ、24時過ぎてもいいんだよしても会えます。そうです、ゲームも好きなんですよ実は。そうゲームも好きなの、もうめっちゃ好きなんですよ私ゲームも。そうスマブラとかめっちゃもうガチ勢だから
勇者配信されたね。そう、私の好きなキャラクターもね、ミュウツーです最近。そう、実はゲームも好きなんです。オロチさんありがとうございます。みんなだから悲しまないんで、これからのユラを楽しみにしててほしいです。なんかそんなちゃんとした芸能活動続けるとかそういうことではないんですけど、まあもっと気楽に、もっと私もこのまませっかく出会った皆さんとバイバイも寂しいので、もしかしたらなんか気まぐれにほよよって出てくるかもしれないので、皆さんも気長に待ってくださると嬉しいです。でしょ、みんなだから悲しまないでください。うん。でしょ。よかった、みんながちょっと明るくなってくれて。まあよりゆららしくなるんじゃないですか、これからは。好きにやらせてもらいますので。今までもねだいぶ好きにやってたんですけど、そう、もっとゆららしくなると思います。そう、勉強頑張りつつ、寂しくなったら皆さんにカマチを発動させますので。よかった。ということで、もう57分にいつの間にか。その前がもう57分になっているので、ランキングを読みたいと思います。13位メラニスタ19号さん、ありがとうございます。12位アンナちゃん、ありがとうございます。11位名人さん、ありがとうございます。10位ネイバーフォーエバーさん、ありがとうございます。9位グッチョブ太郎さん、あと船吉さん、ありがとう。そして8位が元気くん、ありがとうございます。7位がカメレオンさん、ありがとうございます。そして6位が伝説のヒデポン、あと最後の5日間を一緒に過ごせる喜び、ありがとうございます、楽しみにしてます。そして5位がタニリップさん、ありがとうございます。そして4位がショウヤさん、ショウヤありがとう、ありがたわです、ありがとう。そして3位が七千シズさん、ありがとうございます。あとダブルアカリン神よし、ありがとう。2位がヨッシー、ありがとう。ユラリン大好き、広島卒業公演行くね、8日待ってます、卒業公演待ってます、ありがとう、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 ドゥン、オービケー、あとユラリンと一緒に卒業ありがとうございます、ありがとう。いっぱいいっぱいいっぱい愛もありがとうございます。オプソロン、ありがとう。最後のショールームじゃないです、まだやります。まだやります。ということで、そろそろ残り30秒になっちゃったので、私はこれからお風呂に入って寝ます。みんな今いろんな気持ちとか思うことあるかもしれないんですけど、残りあとちょっとになっちゃったんで、残りもあと一緒に駆け抜けてくれると嬉しいです。ありがとうございました。